んにちは。私たちが小泉学院です。よろしくお願いします。自己紹介させてください。広島のメンヘラといえばなっちゃん。ありがとうございます。高校3年生ピンク色担当宮本夏希です。よろしくお願いします。なっちゃん。はい、あなたを照らすあかり。ありがとうございます。高校2年生オレンジ担当の宮下あかりです。よろしくお願いします。あかり、北広島だね。初だね。ねえ、野外あったかい。今日あったかい。ここめっちゃあったかいの。あったかいってか暑くない、うん、いやあったかい、ちょうどいい。そうなんかあの床暖房のマックスレベルの焼肉焼けるよ。いや焼肉無理かな。焼きたい。ギリピーマン。ピーマン焼ける。ピーマン好きみんな。でもさ、めっちゃ落ちるの。そう、なんかトランポリンみたい。そう、楽しい。あんまりしちゃいけない。あ、そうか。わからん。床が抜けるかもしれない。そうだね。次の曲でちょっと楽しく次ね、曲ね、みんなで盛り上がる曲。はい、なんでじゃあ、チャーハン。ごめん、めっちゃ話するんで、はい、みんなでフライパン振ってください。サビでね、ちょっとこうやってやる踊りがあるんで、そう、みんなでやりましょう。お願いします。お願いします。それでは聴いてください。恋せよパラパラ半チャーハン。Oh,
ありがとうございました。ありがとう。